ガントチャートの例、東海発電所の廃止解体工程ガントチャートとは、プロジェクト管理や生産管理などで、工程管理に用いられる表の一種で、作業計画を視覚的に表現するために用いられる。棒グラフの一種でもあり、横棒によって、作業の進捗状況を表す。第一次世界大戦時に、アメリカ人の機械工学者であり、経営コンサルタントでもあったヘンリー・ガントによって、 考案された。プロジェクトを管理するために、プロジェクトの各段階を細かく作業単位まで展開して、気構造で階層を表示し、全体の作業の流れ及び進捗状況を表したものである。縦軸でワークブレイクダウンストラクチャーを表して、作業内容、担当者、開始日、終了日、作業間の関連などを置き、横軸に日時をとって、 横棒によって行う期間と進捗状況などを視覚的に示した図である。各作業の開始、終了時期、作業の流れ、進捗状況などが把握しやすく、プロジェクト管理者やメンバーにとって非常に有効な管理手段である。ガントチャートの例以下のガントチャートの解説はヘルマンに基づいている。ガントは様々な種類のチャートを考案した。さらにガントはそれらの図を使って、 職場の監督者が進捗状況を即座に把握できるよう設計した。最近のプロジェクトマネジメント用ソフトウェアにもそのような機能が含まれている。ガントでは2種類のバランスが解説されている。マンズレコードは各労働者がすべきこととしたことを示す。デイリー、バランスオブワークは全体としてのすべき作業と実際になされた作業を示す。 ガントは完了まで長期間かかる作業を例として示している。デイリーバランスは表形式で各項が実動日に対応し各桁に個々の作業や操作が書かれる。各桁の先頭行部分に全体として必要な作業量が記される。各マスにはその作業をその日に行った量とそれまでの類型が記される。太い水平線で。 作業開始日と作業完了予定日を示す。ガントによれば、これは仕事のスケジューリングと記録の方法である。この論文の中でガントは、各作業員に作業を割り当て、日々の作業量を記録するためのプロダクションカーズの利用も解説している。ワーク、ウェイジェス、アンドプロフィッツにおいて、ガントはスケジューリングについて論じ、特に注文製作工場の環境を論じている。彼は、 現場監督に毎日オーダーオブワークという、その日にすべき仕事をリストアップしたものを渡すことを提案している。さらに外部からの干渉を排除するための活動の重要性を論じている。しかし同時に彼はオフィスで作られた見事なスケジュールの多くは無視されてしまえば無用の長物であると自身の体験を交えて警告している。オルガナイジングフォーワークにおいて ガントは自身の考案した図について二つの原則を与えた。一つは完了までにかかった時間で作業を測定すること、もう一つは図における空白に予定作業時間で行われるべきだった作業量を記入することである。ガントの進捗図では一年を月ごとに分け、細い行で各月の生産された量を表し、太い行で一年で生産された量を表す。 各項は特定の契約者からの注文に対応し、作業開始月と完了月が示される。これは今日使われているガントチャートに近い。マシンレコードチャートとマンレコードチャートは、毎日の実動時間と1週間の累計を示す。図の各項は、個々の機械や作業員に対応する。ただし、この図では、どの作業が実施されたのかは記されない。プロセスの相互依存関係を示し、 生産スケジュールを視覚化する手法を最初に考案したのはカロル・アダム・イネースキーであり、1909年にプルツェグラッド・テクニックスにナンバーワン・18・19・20で発表された。アダム・イネースキーは1931年にそれら図表を一般に紹介する記事をいくつか書いた。その後若干の修正を経て、アダム・イネースキーの図をガントチャートと呼ぶことが、 一般的となった。表計算ソフトでグラフ機能や条件式を使っての作画も可能である。数多くのプロジェクト管理用の市販、無料ソフトも開発、提供されている。詳しくはプロジェクト管理ソフトの比較を参照。ガントチャートの機能を含むプロジェクト管理ソフトウェアにはフリーソフトウェアではクロスプラットフォームのオパンプロッチや ガントプロジェクト、Web アプリケーションのダトプロジェクトやレッドマインなどがある。市販ソフトではマイクロソフトプロジェクト、サス形式のバックログ、みんなでガント、j o ートなどがある。ありがとうございます。